WHO 世界保健機関は26日、専門家による緊急委員会が開いた定例会合の結果を公表しました。それによりますと、委員会はワクチン接種と治療薬の普及で進展はあるものの、パンデミックの収束は遠いと指摘しました。また、ワクチン接種が普及していないアフリカについて懸念を表明し、すべての国が年内に最低でも人口の40%にワクチン接種を完了させることなどを勧告しました。